皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。今日はですね、おすすめ CD 第2弾ということでですね、チェット・ベイカー・シングスっていうアルバムをご紹介したいと思います。もうね、僕これ初めて聞いたのは大学1年生ぐらいの時なんですけども、もうね、初めて聞いて、あ、これはもうね、一生聞くなっていうのを思いました。もうずっと聞いてます。これです。皆さんもね、この有名なアルバムジャケットなので多分ご覧になれたことあるんじゃないかなと思うんですけども、これに映ってますでしょ。これがチェット・ベイカーなんですよ。イケメンでしょ。もうね、ジェームス・ディーンばりの超イケメンで、ずるいのはこの人ね、本業はトランペッターなんですよ。で、ボーカルも歌ったら、これがまたね、もう素晴らしいなんてもんじゃないんですよ。もう声がね、とにかくもうすごい中性的な、こうね、甘いささやくような声なんですよ。で、都会的な雰囲気もあって、その歌い方はね、そのささやくようなっていうのは、その後でそのボサノバ、アストラット・ジルベールとかボーカルを取るときにこれをね、モデルにしたって言われてるぐらい影響力のある歌い方です。すごい、もうね、聴いた瞬間にもう空間の雰囲気が一変するぐらいのすごいパワーを持った魔法のみたいな声です。でね、この人ってこの後ちょっと年を取るとですね、もうドラッグに蝕まれて、もうね、ミイラのような顔になった写真も残ってますし、ブルース・ウェーバーが映画にも撮ったりとかしてるんですけども、もうね、ドラッグにやられてもう歯を失ってしまう、トランペッターにとって歯ってね、もうすごく大切なものだと思うんですけど、歯を失ってしまうとか、最後はね、こう酔っ払ってドラッグでホテルの窓から転落して亡くなったとか、まあ、みんなからもね、周りの周囲からも憎まれていて、お葬式には5人しか来なかったとか、まあ、そういうエピソードがこう山のようにあるわけなんです。こんなね、素晴らしい時代からそういう風に転落していくっていうようなそういうこととかも思いながら聞くと、またこう味わい深いものがあるんですよ。もうね、お聞きになられてらっしゃらない方がいたらね、ぜひ聞いてみていただきたいと思います。これね、また聞いたことないっていう人はね、もう羨ましいって思うぐらい、初めて聞いた時の、ああこれはすごいぞって思う、あの感動がね、もう一回味わえるっていうのね、羨ましいって思うぐらいです。で、ね、多分ね、聞いたことあると思いますよ。スターバックスとか行ってコーヒーね、30分も飲んでたらもうね、大体かかります。多分ね、あ、これねって皆さん思うと思います。ぜひね、聞いてみていただきたいなと思います。チェット・ベイカー・シングス。